バラです。はい、かたちです。はい、よろしくです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゆうきさんにね、来てもらってるんでね。そうなんですよ、先日ね、ゆうきさんから台湾のお土産にスニーカーをいただいたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それをね、紹介しようかなと思って今週思ってたんですけど、おや、ゆうきさん来てくれたんで、せっかくだからゆうきさんと一緒にさ、そうだね、ね、そう、やりましょう、やりましょう。どういう感じで買ってきてくれたのかさ、あーいいね、聞きたいじゃん、ね、おい、なんか台湾なんて行ったことねえしな。ないしな。女子綺麗ですか？いや、そう、可愛いですね、台湾。行きたい。多いです、多いです。やべ、行こうぜ、台湾。行きたい。台湾もグアムも行きたいし、なんなら俺もう国籍変えてもいいわ、俺。おお、そう、おお、そう、すごいね、君の下半身優先度は。変身だということでね、ゆうきさんにね、ちょっと買ってきてもらったスニーカーをね、紹介したいと思いまーす。はい、じゃあ僕からいただいたの。はい、はい、僕がいただいたスニーカーはダンダンアディダスです。アディダス、アディダス。この箱見たことないですよね、俺。わかる？いや、僕も初めて見ましたね。こうね、ね、つま先がぴょこんって出てて、なんかこう薄く3本ラインのアディダス、ね、よくわかんない箱です。中身がね、またすっげーよくわかんないんですよね、これ。いやー、そうですね、パンチありますよね、これ。パンチ、破壊力ある。これね、もうまず箱の中もおかしいんですよもう、で、もうこれっすよ。すげーよ。こっちがシマウマ、こっちも、こんなシマウマ見たことないシマウマそしてつま先がヘビヘビで、3本ライン、こっち側もヘビ。どんなハイブリッドなのかよくわかんない。シマウマがヘビに食われてるんですかね。ねえ、よくわかんないんですけど、ね、こんなの履くの俺しかいねえだろう。いやー、普通履けないですよね、なんか。ねえ若干やばい感じのオーラ漂ってますかね。やばいですよ、やばい、ね、似合ってんだよ、マジでこれ履きこなせる人は多分そうそういない。そう、そう思って、まあこれしかないなって思ったんですね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。僕ね、動物をね、あの足元に飼うの結構好きで僕もともとキリンさんとかよく飼うんですよ。あー、そうだね。うん、いや、嬉しい、本当に。超かっこよくない？こんな見たことないでしょ。すごいよ。パンチあるから、これなら益子さんなら履いてくれるなと思って。やばいっすよね。いやー、ほんとゆきさんありがとうございます。おいや、いや、めちゃくちゃですよ。これ一応金ベロになるんですかね。あ、金ベですね、ゴールデンですね。コーチャーでしょ。うん、アディダスコーチャー、アディダスはい、ということでね、カノッチがいただいたスニーカーを紹介しましょうか。いや、俺箱持ってくりゃよかった。おじゃん、見えるかな、じゃん、バンズ、バンズ SK8 ですね。スケ、はい、かわいいの、赤、かっこいい。これすげえいいよな。紐もカラフル、カラフル、柄がね、面白いんだよね、これ。これから面白い、かわいいドクロ、見えるかな。ドクロがいっぱいいるんだよね。そうそう、クリスマスっぽいドクロなの。そう、かわいいよね、すげえ。かわいいドクロね、これね、よくわかんないんだけどさ、見えるかな。50方法って書いてあるんで、50方法って書いてある。どういう意味なのかよく分かんない。50方法、意味わかる方はね、コメントに書いていただけると助かります。バンズオフザウェル、初バンズ、初バンズですか。これも僕、バンズ買うときに黒いのと悩んだんですよ。黒でもっとドクロドーンみたいなのもあった、悩んだんですけど、カノシさんどっち買うかな、さ、黒買うと思ったんで、あえての赤そうっすね。これお気に入りなの。はい、で、赤をチョイスしてきましたね、これ。そうなんですよね。ジャイコ柄のね、ゆうきさん、あのクレイジーみたいなカラーのやつ持ってますよ、ね。そうですね、これのトリコロールカラーみたいな。そう。の同じような柄で。おそろい。おそろい。いいなぁ。ゆうきさんとおそろい、いいなぁ。おそろい。これもツイッターにちょっとあげちゃったけどね。そうだね、あげてたね。そうなのよ、ゆうきさんと3人でね、新しい靴履いて出かけたんですよ。そうでーす。かわいい。いや、ゆうきさんセンスいいっすよ、やっぱり。素敵っすよ。いや、ありがとうございます。喜んでもらえてよかったです。いや、嬉しいな。多分これ履いたらモテるで。モテるな。俺これ履いてたらキッだと思ってバンズはもう履きやすいですよね。履きやすい、勘にでも。かっこいいでね、はい、ここで終わらないんですよ。そうですね。そうなんですよ。これ、ここはプレゼントじゃないですよ、ここから先は。おう、この間ね、二
二人でさ、はい、旅行弾丸のそう弾丸日帰り旅行してきてさ、そうそう俺を置いてった時ね、そう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 、だってお前4時に電話しても怒るんだもん俺だ普通は怒るかもしれない、うん、その時にね、おう見つけたんだよね、で、そうです、カトッチにね速攻連絡してね、お買ってきた、おや、うん、お金ももういただきました、おや、これもです、はい、カトッチがだから久々に買ったスニーカーですね、おじゃあ、新品で買った2足目のスニーカーだね、そうだね、はい、行くよ、はい、ドーン、ドーン、出た出た出た AJ よく 見るな、なんだろうな、ね、うちの動画何回出てくんだって感じですかね何回出てきたのね一番出てる間違いないですね、一番出てるのですよね、はい、ドーン、はい、あ、お分かりかと思いますが、うちの動画で4回目の登場、ついに俺も買うてもらった、はい、エアージョーダン6ブラックキャット、ブラックキャット、イエーイ、はい、おやっぱりかっこいい、かっこいい、かっこいいですね、あのエアージョーダン6って言ったらやっぱりカーマインじゃないですか、まあそうですね、うん、それよりもこっちの方が好きなんですよ、ねえ、みんな持ってますね、これ、あれここもうみんな持ってる、そうそうそう、初めての3人のお揃いのスニーカーですね、揃いですね、はい、どこ行く、どこ行こうかね、どこ行く、ディズニーランドとか行くおーおー、これ履いてディズニー、はい、ということでね、カドッチもね、ついにね AJ6 のブラックキャットね、これを履いてうちらディズニーランドに行くと、おう、もうカメラとか持っていかないよ、だね、うん、普通に遊ぶよ、普通に遊ぶよ、男子3人おっさん1人まあ若いけど、さすがに行ったことないな、ないよね、男3人でディズニーないよね、周りが引きそうだよな、全員スーツね、スーツにこれだ、そう、ラッキーやつですか、うん、かっこいいよ、かっこいい、ということでね、おゆきさん、本当にありがとうございます、ありがとうございます、本当大事にさせていただきます、バカバキさん相当バカだぞバカじゃなくて P だよ、 P ですよ、はい、はい、ということで以上、セッションバーなんでしたー、またねー、ゆきさん、ありがとう、ありがとう。